どうも、アキです。栄冠ナインやっていきましょう。はい、では9年目続きやっていきたいと思います。いやー、初戦を迎えると思うんですがいや、本当に全力でやっていきましょう。はい、いやー、この台はね、本当に特能がちょっと少ないのが怖いんですよね。アベヒパオヒがないので、まあ、しっかりとなんだろう、作戦で勝っていかないと、ちょっと辛い部分もあるかなと思うんで、はい、しっかり作戦勝ちやっていきましょう。今年はなので、ちょっとヒットエンドラン、スクイズとかね、かなり多めに使っていくんじゃないかなと、まあ思いますね。行きましょう。さあ、アイドルナイス。よいしょ。うん、メインポジション変更は本当に数日、奪三振はでかい。これは大きい、奪三振。オッケー、ナイス。まあ、まだ勝山は勝ち運もつけたし、ちょっと置いとこうかなという感じではありますね、ただ。はい。ストレッチ。オッケー、奪三振の本。おとといね、WBC 高校 VS 運無高校の中でもお話ししていたんですが、ちょっとね、この WBC 高校は、ウーム高校の時と比べると、投手、なんか、ものすごい投手が入ってきてないんですよね。うん。一回スタミナあげようか、こいつ。いや、制球でいいや。というところで、また、岩隈とか和田みたいな、すごい選手がね、はい、入ってきてくれれば嬉しいなと思っています。そして、そういう選手が来たら、まあ、今の奪三振とか、玉持ちとか貯めておいて、一気にね、投下したいなと思っているので、次回あたりの新入生ちょっとね、期待なんですよね。違う、ここはパワー。池上、皆川。オッケー、あ、ここに変わったのか。そうか、ショートになったから、順番が変わりましたね。よし、これでオッケー。よーし、アイドルからのプロ野球選手。おー、勝山スタミナに上がり、ナイス。どうだ、体力まだあるかな。まだあるので練習休みはいらない。5にしたいな。1,2,3,4,5、ちょうど5がプロ野球選手なんで OK。 5が来なければ5にしよう。で、まあダンベルか。ダンベルだな、アイテム。強化指南結構ありますね。まあ、この辺のアイテムは、ポイントでは最近交換してないんですけど、なんかくれるじゃないですか。栄冠9始めた時にたまに OB が持ってくることもあれば、結構あれですね。OB のアイテムショップの人がくれることもあるんで、なんかそこで結構尽きないんですよね。はい。よし、OK、勝山、スタミナ3上がり、ナイス。やっぱアイドルいいな。アイドルナイス。WBC 高校の卒業生からまだアイドル誰も生まれてないですけど、これ全員ね、ウム高校の時の、OK。OB ですね。そのプロ野球選手には止まりたいんで、2からの1使っちゃおう。勝山スタミナめっちゃ上がりますね。やっぱりスタミナ E 台はすぐ上がるな、本当に。一瞬で C ぐらいにはなると思います。多分、来月にはもう C 見えるんじゃないか。よしよし。赤特殊能力はこれでかなり消えましたと。で、一応そうだな。前評判かなり低かったんで、このキャッチャーはできれば入れたいなっていう気持ちもあるんですよね。角田、そうだな。角田はエース候補ではないんで、伸びがこの二人が C なんで、まあじゃあ、こうしとこう。あー、どうしようかな、本当に。ピッチャー5人もいらない。あー。やっぱそうですね。北林入れておきたいな。これ、正捕手候補だからな。こいつはまあ、使わないと思うんですけど、やっぱ、正捕手候補はちゃんとベンチ入れておかないと来年弱くなるな。でも、角田も捨てがたいといえば捨てがたい。でもまあ、この2人に勝てないか、結局。ここまでに角田が化ければ別の話だったんですけどね。で、お褒め、使う？あ、みんなノリノリ多いな。さすがに、あ、大丈夫。うちのはダメダメでも大丈夫。レギュラーがダメダメだったら考える。山内、ここだけ使っとこう。やべ。よし。じゃあ、ここだけ使いまして、行きましょう。ゴール！いや、怖っ。すごい怖い、この台。
いやーでも、本当に。もうひたすら甲子園を目指すのみなんで。矢部くん、西野、須田。じゃあここは矢部くんにしようかな。矢部くんにして、矢部くん2番でいこう。そう。で、須田が何番バッターを打たせるのがいいんだ。これ、須田9番面白いな。こうしよう。OK。で、かっちゃんは勝ち運も持っているよと。OK、これでいこう。そうだな。前評判いいでしょ？だったら、そうか、前評判考えて、これは、あ、しかも調子が全然違うから、これありだな、全然、本当に。そうですね、こうしましょう。調子が、石田が、絶好調だったんで、こっちの方がいいと思います。まあ、育成も考えて。前評判いいわね。さすがにいいから B まではないんで、E からあるのは、まあ、ギリ C までか。2段階まではあるんでね。まあ、C だとさすがに勝ちたい。そして。バッターは矢部、マウンド上は須田。はい、わあ、意外性だけなんかすごいってことは多分プロ野球選手が多いんだと思います。おお、福留、おお、今年もう阪神で大活躍というか。おー、藤井もいる。ちょ待って、結構強いじゃないかい。もうクリーンナップめっちゃいいじゃないかい。岡田さんがこれやばいな。5番、これ1年でこれってやばいな。しかもポジションめっちゃ守れますね。もちろん結構クリーンナップが怖いんですけど、まあ福留は絶不調なんで OK かな。いいな、それくらいのプロ野球選手また育てさせてほしいな。最近プロ野球選手入ってこないですよね。谷口とか懐かしいな。谷口懐かしいな。谷口懐かしいな、この WBC 高校の実況においてね。はい、まあやっぱさすがにでもこっちの方がまだ強いかなと思う。お、皆川か。OK。もうこれ、一応キャッチャー見ておきましょう。キャッチャー全然見てなかった。送球 C。肩20。津田。まあ、ピッチャー、キャッチャーが弱いっすね、これは。結局ね、野球っていうのはバッテリーが大切なんすよ。さあ、矢部くん、ここで打てばマジでかっこいい。ヒーローだよ、君は。ここで打てばヒーローだ。おお、矢部くんがまさかのやべえぞ、やべえかん。やっぱり、そうか。あのね、コメント欄とかでもいろいろあったんですけど、まあ、女子マネが入ってきてね、ついに、暗黒期来たか、みたいなね、コメントたくさんありましたが、いや、僕も思ったよ。もう男マネが来た瞬間にこれやばいぞと。ただ、そんな空気をね、一変させてくれるのがやはりこのやべという男ですよ。これがね、内野安打になるんですよ。あー、惜しい惜しい。おお、勝山結構投げるね。まあ、これ、堀口で、スタミナ、これでどれまで、おーおーおー、いや、まあいいだろ、いいだろ、はい。よし、ゲッツー取れる。皆川、オッケー。643かと思いきや、663だった。さあ、矢部くん行こう。みんなの期待を背負って矢部くん行こう。ああ、ただこれまたコールドがちょっと見えてきますね。ちょっとさすがにピッチャーが弱かったな、今回。でもあのクリーンナップ相手に無失点なんで。そして矢部くんが猛打賞。飛躍するね。左打ちの矢部くん。なんか練習でたまに右打ちしてるけど。で、これ、ホームランだけは絶対打っちゃダメなんで。そうだな。これ矢部くんの盗塁の練習。ああ、できちゃう。できちゃう。そしたら3投も練習しようぜ、矢部くん。惜しい惜しい惜しい。矢部くん大活躍ですね、そう考えると今回。よし、魔物も使える。おお、矢部くんが猛打賞に盗塁も1個決めてる。これがみんなが見たかった矢部くんですね。ただ、今回出してあげた石田が残念ながら、ノーヒット。あ、アウトか。ほら、危ないんすよ、これ。すぐサヨナラにしようとするからな。お、白石、ナイスバント。お前は天才だ。勝山できるなら完封させたいですね。まだヒットを打ったことがないこの勝山。お、これ初ヒットがまさかのこのボテボテのサードゴロっていう。高校初ヒットがこのボテボテのサードゴロ。
忘れられない日になっただろうな。すまんが盗塁してくれスタミナもないピッチャーに盗塁させるっていう。よし、オッケー。勝山完封できれば大きい。まあスタミナが足りるんだなっていうのが分かっただけでもかなり大きいですね。でちょっともうこれは全員出していかねばならぬ。外野総入れ替えまであるな。ショート、なるほど。じゃあショートちょっとずつ使っていくか。ショート、保守一塁、保守外野、ショート、 OK。 思い切った使い方するな。それにしてもで伝令、よし、いい感じ。これが栄冠ないんだ。スタミナもう一丁上げるっていうのもありですけどね、今考えると。やっぱ変化量結構栄冠ナインにおいてね大切なのかなと最近すごい思い出していてですね。でこの勝山は伸び A なんですけど、かなり変化球をね上げてきたんですが、やっぱ変化球大切そうなんだよな。こうやって見てると勝山がかなりいい感じだな。ショート保守外野、保守打ちる、神保の代わりに外野守らせよう。ショート二塁、捕手一塁。まあいいや。ピッチャーやっぱあんまり入れすぎてもピッチャーは困るな。野手の方がいっぱい入れといた方が使いやすいですね。じゃクリーンアップに回さずに終わろう。お、富田、池上、石田で、いいね。全員1年生でゲッツー完成させた。あ、嘘だ、思いっきりセカンドだけ嘘だ。ショート、一塁、外野にも堀内を出した。 OK で完封しよう。いいっすね、やっぱ勝山の安定感が、調子も普通ですが素晴らしい。 OK、 まあクリーンナップ良かったんでね、あのクリーンナップをしっかりゼロに抑えられたのは大きいかなと思います。まあ打線も普通にコールドできていましたね。はい、 OK。さあ次、前評判 A とかやめてよ。おー、D か。まあそしたらばちょっと怖いんで、さすがに勝山、あ、ノリノリか。じゃあまあこのまま行くな。行きましょうか、タイヤ引きで。D はさすがにまだ勝ちたいっすね。負けてらんないぞ、ここでは。池上、山内、須田、2番須田が一番使いやすいですね。よっしゃ、勝山絶好調。勝山が絶好調なんだったらここもちょっと、あーでも山内の調子がまた上がってるな。石田にしようか。まあ、石田が普通にもう強いな。山内、まあまあ山内も強いけどな。これでいこう。やっぱそうですね、3人は下級生をレギュラーに使いたいんですよね。2人は少なすぎる。3人から4人。4人が本当はね、ベストですね。まあ、いい選手入ってきてれば、4人下級生をスタメンで使うっていうのが本当はベストではあります。チャース。おー、さっきより弱いぞ。油断せずにいこう。よし、これでまあ育成ができたんで、よしですね。あ、これはさすがに弱い。プロ野球選手も何もいないし、これはさすがにちょっと、サクッと勝ちたいです。ただ156キロっていうところはあったな。1番、皆川はもちろん走る。はい、オッケー。まあちょっと思い切ってエンドランとかもかけていきたいけど、1だったんだ。やめよう。おー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 、どうしようかこれ。初面、この須田は結構今年キーポイントになってくる気がするな。
あーウエストされてもセーフになるでしょ。あーもうウエストバグ本当にいらないな。あちょ待て、打つなよ、普通に打つなよ、打つんじゃねえ。さあ矢部くん3割6分4厘。さあ今回は矢部くん回にしたいな。どうだ、タッチアップできないか。これでワンアウトランナーは2塁変わりません。そうウエストはね、あの変えなくても打たないですよっていうコメントたまにいただくんですが、普通にいやもう敬遠されてるボールやんっていうのにああやって普通に3球振るっていうね、だいぶ謎なんですよ本当に。オッケーナイス勝山。さあここはなんか作戦考えよう。誰、皆川か。ヒットエンドランありだな。ここでヒットエンドランあるな。よし、オッケー。ライト線ヒット。ライトからセカンドへ。高校チーム一点入りました。裏の攻撃あんま好きじゃないんですよね。さっきみたいにコールドを阻止しないといけないんで。せっかく注目選手にした須田をここで打たせてあげたい。広角がついたんで強振流し打ちでいきましょう。おすごい、もうザ広角がついたおかげ今の。いいね、2試合連続完封できればかなりいいぞ。いいぞ、もう1回スタミナを上げるっていう作戦ありますね。あーでもまあすごく励ますはもうないからこれでいっか。勝山 A のアウトコース高めいっぱい見逃し三振。やばい、あ6回だから大丈夫ですね。だったらもう逆にこのイニングで勝負つけに行くぐらいの気持ちがあってもいいんじゃないか。うまくダイソーとか出すか。ダイソー矢部にダイソー、稲垣秀北林を外野に出す。あんま意味なかったけどやろう。さあここをヒット打って終わらせよう。終わらせるというか次守備守ったら終わりっていう形が一番いいんだよな。ダイソー山内ダイソー山内行こう。皆川はもうちょっとショートの深めのところに打つだけでセーフになる。あーそれは良くない、さすがに正面では無理。アウト、スリーアウトチェンジ。こんな時に限ってホームラン打ってるんだな。じゃあこういう時にあんま使わないコマンドを試してみる。転がせ強振でセンター前ヒットがよく生まれるとたまに効く。記録はサードのエラー、サードのエラー。もう走るしかないっしょ。キャッチャー二塁送球間に合うか。ランナーが二塁に進んで。やっぱりしっかりこの台はね育成やっていかないとね。あ今の惜しいな、もうちょっとでセーフあったな。ちょっと転がせは本当に普段全然使わないんでこれの感覚を得とこう。こういうヒットのパターンもあるのか転がせだと。そろそろ三投が見たい。えマジの話、こいつなら三投できるんだ。できないか。西野結構ロマンなんだよな。三投はまだこの WBC 高校ではまあアナンの1回しか成功してないな。さあ転がせ強振のイメージを測っておきたい。さあ完封しようぜ、さあ完封しようぜ勝山。ちょっと省エネ投法でいこう。え省エネ投法とは。うん、あージャンプ、えそれ取れただろ白石、ジャンプしたら取れただろ間違いなく。おい白石今のはちょっと怠惰だな、さすがに。ジャンプどころか腕伸ばしたら通ってたの今の。さすがに怠惰が過ぎるな。おい白石、ほらこういうことが起こるんだよ白石白石。さあいいよ、逆にこれで本気出せるんで、逆にこれで本気出せるんで面白いよ。盗塁できないな、まあ仕方ない。強心臓を浮かせられないけど、石田強心臓なのかやっぱり石田。まあいいか、やんちゃか石田。おお石田いいね、いいね。やっぱ石田使いたいな、山内使うんだったら石田使いたい。
ん、これは、あ、ホームラン打ったらっていう場面か。代打ですね。まあ、ホームランないようなこの北林代打出して、いいよ打って、ここは打たせてあげよう。阿部ひついた。前のランナーは山内。山内なら走れる。オッケーで、じゃあピッチャー全員使おう。堀口、ショートファースト、伝令で守備上げる。まあまあ意外と強そうだな、思ったより強そうですね。まあ、さっきのスリーランだけだ、この2試合でなんか気になったのも。バッティングも本当に普通に強いし、あとは中継ぎがしっかり投げられれば OK。 まあって言っても相手がちょっと弱いんでね、なんとも言えない部分はあるけれども、よいしょよいしょ。兵士が兵士が、よしゴー。さあゲッツーとロケッツー、最後はジンボ。よしゲッツー取れる。 OK、 いいね、内野ゲッツー取れますね。全然このポジション変更は正解だったかもしれない、セカンドショートサードこうやって使うのはね。はい、うん、まあまあまあ良きかな。まあ良きでしょう。はい、という感じで、まあ良かったですね。ちょっと引き運がずっと悪かったんですけど、今年は引き運が良くてとりあえず確かめました。この2試合はね、本当にもう新チームになってすぐなんで、ちょっと強いとこが来ると怖いんですが、これくらいだとね、さすがに毎年勝てるかなっていうところで、まあいろいろと、試すこともできたんで良かったなと思います。次からはもっと強いチーム来ると思うんで、全力でね、はい、育成メインじゃなくて試合に勝つことを目標に頑張ってやっていきたいと思います。とりあえずあと1勝ですね。選抜の、はい、出場権ちょっとでも、手に入れられるように頑張っていきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、館内の動画いつも楽しみですという方はグッドボタンぜひねよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。